ストライクドッキング、こんにちは、宮本です。そうです、よろしくお願いします。お願いします。はい、モンストニュース来ましたよ。はい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 、1月14日のモンストニュース来ました。で、今回新イベの発表と重心化のキャラありましたね。計4体かな、発表が。はい、おっと失礼しました。じゃあ早速新イベントのキャラから見ていきたいと思います。まずはニュートンです、どうぞ。はい、ってことでニュートン火属性ですね。で、貫通の砲撃型、使いやすい。で、友情コンボクリティカル、あ、友情コンボクリティカル、友情何持ってんだ。ってことで友情から見ていきましょう。超狂乱機弾、ニューですよ、ニューですよ。あれ玉投げるんかこいつは。とんでもない、あれ玉投げますね。ねえ、とんでもない剛速球投げるってことでしょう。あっちの方飛んでっちゃう。もうバックネット一番上に当たる。イップスかもしれないこいつ。ね、ニュートンちょっとイップスかもしれんね、これ。はい、まあこれは威力が楽しみっすね、単純に。で、サブの超強クロスウェーブ、これだよ、とうとう。いやーね、超強クロスウェーブ来ましたね、砲撃の。なんか砲撃の超強クロスウェーブってさ、実はいるようでいなかった、うんうん、ですよね。はい、超強クロスウェーブこんな感じになっております。砲撃いないよな、貴様ら。いなかったと思うよ。いたる、だって俺騒いでるもん。砲撃の超強クロスウェーブ来たな、マジやべーってなってると思うんで、来てないっす。来てないね。うん、エルザーバランスだもんね。こいつか、砲撃は。いたわ。でも4号だからね、こいつ。確かに。はい、ってな感じで砲撃はおらんですね。うん、まあ56だと8だと。そう、まあでも純粋にその砲撃の超強クロスウェーブどんぐらいかっつったら、超強ウェーブ、リボンアルファがいたと思うんですけど、あれと威力は一緒だと思いますんで、リボンアルファのなんかクロスに出るなーっていう感じで見ていただけたらなーって感じかな。威力がちょっと分かりづらいな、把握しづらいって方は。はい、なのでそこは皆さん、引くか引かないかは、そこら辺を参考にしてみてください。僕はとても欲しいですね。まあ、超強クロスウェーブのこと言ってましたけど、先ほど言った超強乱気弾も楽しみではありますので、はい、注目したいですね。で、次アビリティ見ていきたいと思います。マインエルに、超ウィンドに、ゲージ倍率保持。流行ってるね、最近。増やしてるね。で、アンチブロック。で、まあ、コンプレックスにいけそうっていう、話をそのモンストニュースでも言ってました。確かにと思って、まあ、なんだろうね、友情ももしかしたら通ってくれたらえげつないことになりそう。バチバチにしたらもしかしたらっていうのかな、ね、どうなんだろうね。俺もちょっとコンプレックスはそんな詳しくないから、まあ、深いことは言えないけど、めっちゃ強そうだよね、このやっぱり属性友情の超強ラッキーだったから、威力がどれくらい出るか次第ですけど、はい。で、まあ一つコンプレックスにいいんじゃないかなって思われたのが、やっぱストライクショットがランダム吹っ飛ばし、固定ダメージを出せる SS なので、雑魚を確実に処理できる。スイッチを揃えなくてもおそらく処理ができるってしまうのではないか。だから最悪、そのニュートン4体でいったら、その毎回 SS を打って雑魚処理をするっていう。雑魚を倒す、ランダで。死にます。そしたら、遅延が入ります。その繰り返しを、その繰り返しを毎回ついて、コンプレックスが真にステージ崩壊したかもしれない、これは。楽しみだよね、これちょっとね。これ多分崩壊するんじゃないかな。あ、まあそういう崩壊のさせ方ねって感じだけど、はい、まあ多分そうでしょうね。だから吹っ飛ばしの威力に期待っすね、どれぐらい出るかね。ビビるよね、4ターンで50万ぐらいかな。100万とか絶対もらわないでしょ。いや、さすがにみたいなところあるんで、そこで、12ターンの方の SS は多分かなりのぶっ飛ばし量なんだろうな。ぶっ飛ばし量というか固定ダメージ入るんだろうね。100万、これで100万ぐらい入りそうだな。で、なんか4ターンの方はなんか雑魚コンプレックスの1体やれるぐらいな固定ダメージな気がしてるけど、ちょっとそこはまだ未知なんで、使ってみた動画を待ちたいところですね。とりあえずコンプレックス壊してんじゃないかなって印象。あとは普段使いではこの超強クロスウェーブが、爆発当たりながらの攻撃がめちゃくちゃいいんじゃないかな。うん、まあ前に対応してるところだったら、まああれだね、
ペルセウスとの合わせもいいし、うん、うんうん、連れていくことは俺は多そうかなって思いました。俺はね、うん、もういらんって人は本当にいらんと思う。そうだろうな。この悠長コンボが楽しそうっていうあの方はいいかと思います。すごく、あとはすごくコンプレックス苦手で未だに苦戦してるって方いたり、まあいたら楽かもね。まあ、緊急に倒せる説だったら回避とかもできる。そうそう、まあまあ予想なんでおそらく倒せるんじゃないかなっていう感じです、うん、SS で普通にスイッチ揃えて殴っても強いからね、マインエルで。はい、ゲージも切れるところで使えるけど、ゲージ割り掃除は今のところちょっとよくわからない、うん、って感じです。はい、俺はこれめちゃくちゃ好きっすね。はい、じゃあ次のキャラいきましょう。はい、2体目火属性パスカルでしたね。でしたねってくれでしたね。予想したような言い方だけど全然知らないです。はい、パスカル反射のパワー型っすよ。パワーパワー、はい、火属性のパワー型っすよ。でアビリティから見ていきます。超アンチダメージウォールに超ウィンド超2つで、新アビリティでね、友情ブースト L、うん、まあ L が来ましたね。ビリーザキッドが M 持ってたけどL が来ましたね。とうとう L。 あ、 L もあるやん。やこれもう EL までもうこの勢いで出ちゃうんじゃないの今年。EL 出たら本当に終わるな。終わるな。はい、まあ 2.5 倍これ友情乗るってことなんで、まあ、パワー型だけどこれ砲撃型超える威力ですね。でゲージで重力バリアを持っていると、これねゲージに重力ついてるのがいいんですよね。そのキンキン22でおそらく使うことが多いキャラになるとは思うんですけど、まあ、ゲージを外してねダメージオール切らさずに、配置に行けるんで、重力をゲージに持ってくれたのはすごくいいことだとは思います。はい、配置してドシャーンみたいなね感じで、超ウィンドウを持ってるんで、あそこ22は確かウィンドウもねあったと思うんで、完全対応してるのが偉すぎる、偉すぎるな、こいつは。いいえの、あれだよ。背後を、背後にもういるって感じ。迫られてんな。そう。いいえに今、トントンってしてる。肩、こうトントンって。いいえくん、もう、終わったよ、君の。トントン。22での君はもういらないかもよ、みたいな。トントンされてる。トントンされてんな。まあまあまあ彼は重力消せるっていう個性があるんで、個性あるから、うん、まあ消えはしないとは思うんですけど、全然発射出てるしね彼は。はい、まあそれは冗談なんですけど、はい。でストライクショットはねダメージオールドなんで、これもねゲージ重力外せるのでかいですよね。配置した後にこの SS で一気に仕留めるってことができるんで、一瞬回してそういう使い方もある。まあその代わりダメージオール出てないところだと本当に腐るんでっていうのが問題だね。だからダメージオールのところに基本連れていくことにはなりそうかな。はい、普通に強い一撃じゃないな、まあフィニッシャーとしてはすごい SS なので、これもいいんじゃないですかね。パワー型らしくていいって感じ、うん、で友情コンボで超絶ホーミング12、これ友情ブースト L 乗るんで相当えげつないことになりますね。これね強そうだな。これ強そうだよね。単純に未開中にもさ、重力ダメオのステージだからさね、これエレメントエリアに乗せて超絶ホーミング出したら超強そう。多分強そうだな。小雪じゃんボス、うん、悲鳴あげるで、悲鳴あげるで、うん、飛ぶぞあいつ。でこれあと小雪飛ぶぞ。サブもいいんすよね、12で使える。やっぱりサブで使える、12で使える。ああそうだね、スピードアップが2回12で使えるね。そうね、スピードアップもね、うん、まあ2回でも使えるし、もう、まあ、どこでも使えるけど、まあ、近畿でもね、そうそうそう、強いし、スピードアップが腐ることはないっていう。まあ、友情ブースト L はこれは乗りません。威力なんで、友情ブーストは。2.5 倍の加速だったら面白かった。速すぎってなるよ。でも残念ながら、そこに友情ブースト L は乗らないんで、威力なんでね。こういうのがあって乗せられたんだろうね。パワー型です、かつ半分はないよっていうのは。まあそうだね。だから、友情ブースト L ついてる割には、友情、まあ、一つにされてるんだよね、うん、はい。まあ、だけどなしにされてもスピードアップは強いけどなっていうのはある。
バチバチに高難易度で使っていくキャラになるんじゃない？これはもう、もう明確に使うところがあるからこいつは強いって感じがするね、うん、将来性とかいうよりはもうこいつは明確にここでやべえなっていうのが想像できるんで、はい、引く理由にもなるよね。だから明確だから、うん、引く理由にもなると思う。で今回特ダマもなんか多くもらえるっぽいんで結構チャンスかもね、うん、結構近畿とか未開とかね、まあ難しいコンテンツではあるとは思うんで、これなんかしらこいつとか引けたらね、水のところは楽になりそう、今来てる、はい、気がします。でアビリティ一応見ていくんですけど、磁力ダメオなんで、まあ皆さんよく見てたライン、まあ、さっき言った放送員陰影とかねこれが全く一緒ですから、ウィントも対応してるんで、はい、陰影さん。あと最近ね、あの情報修正をおもらししちゃったジンギスハンさんとかね、ここら辺がおりますとってな感じ。うん、明確に使うところがあるんで強いと思います。スピードアップも腐らんし、はい。ということで闇属性、フランクリンですね。貫通のスピード型、スピードカトス、超スピードの伸びしろありと、でマイエルに友情コンボかけるに、でアンチ減速壁にダッシュ、なんかマルタみたいな性能出てきたねうん、なんかアビリティが、はいはいはい、マイン減速壁ダッシュって言うと、もうマルタが思い浮かぶ。はい、だけど闇属性だからね、はい、ってな感じで、まあ、まずこの枠見ていくんですけど、貫通がマジでいないっす。あの匂うマジでカシスと、なんだこいつ、ああ、なんか見たことあるな、うん、なんか見たことあるけど結構最近だからね、はい、このラインなんでマジでいないというか、ガチャゲンいないね。ガチャゲンゼロ、闇のこのライン匂うんだよな。これでさ、あのマルタと一緒のようにさ、攻撃力いきなり3万とかさ、スピード型で3万超えてきちゃう、怖いよね。怖いね。あ、もうこれ3万超えてきた日にはね、そのね、プンプン丸よ。高難易度適正プンプン丸になっちゃって、もう、こいつしか勝たん。フランクリンしか勝たん。ダリオ。ありえんだよね。いや、全然ありえる。で、友情コンボかけ2で、調教電撃、超楽来。まあ、調教電撃は、まあ、魅力とかね、ついてるやつ。で、超楽来がツタンカーメン。どっちも限定のそうだね、ね、まあ友情コンボかけ2だから2回当てれば倍だから単純に、ね、まあ、友情コンボかけるのもうそもそも魅力がいたからね、この強さはもう分かってると思う。みんな普通に強い、攻撃じゃなくてもね十分威力を発揮できるですよ、うん、プラス SS がね、アンデルセン持ってるやつ、電撃8ターンで回転もいいよね、8ターンで打てる。攻撃力の強化はないんですけど、普通にスピード暴れ回る8ターンで打てるっつうのはでかいんじゃない。で電気も弱くないよな、普通に強い。これ SS も合わせたらかなりスピードがあるキャラですよね。いや、スピードよりやばいでしょこれね。え、まあこれでこいつはだから今のところステオを注目してるって感じで、マイエルもらっちゃってるからね、だから抑えられてる可能性がある。だけどこれマイエル持ってんのに本当に3万とか超えてきちゃった日には本当にマジでバチバチに豪絶適性もまで考えられるっていう感じ。まあ豪絶、まあ2周目始まったばかり、2周目じゃねえ、4周目か、始まったばかり、この前ディビジョン来たばっかりなんですけど、もう早くもここで光の豪絶に備え、もうすくすくと準備を始めてるかもしんない。でこいつ匂うよな、まだって早すぎるってことはなくて、キャラいないんだもん、本当に。そう、早すぎるってことがない、キャラが少ないから、もう今のうちに補填しとくっていう話よね。うん、だからこいつ今のところこのライン来たら一強すぎるんで怖いっすね、怖いっすね、怖いっす、ね、怖いっす自分。まあだから捨て注目っす、捨てによるよね、はい、攻撃力がなんか別に3万乗ってこない、まあ、いつものスピード型の感じ、2万8000とか、高くて2万9000とか、はい、2万9000だったらもう、あれだな、アルセーヌレベルになっちゃうから、2万7000とか8000ぐらいだったら、まあ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 、まだ大丈夫かなって感じだけど、これがもし3万とか乗ってきちゃった時には、激怖っていう、てかもう多分こいつになるね、ような気がしてます。諸葛亮中心がでございます。おめ。俺は大好きだからね、諸葛亮。
彼ゲームの方の諸葛亮でしたけど、なんとか無双のね、そうそう、なんとか無双の諸葛亮さんめちゃくちゃ使ってビーム打ってたから俺な、ビーン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 だったよな、諸葛亮さん足動かさないんだ、宙浮いてるからこれ。もう分かる人にしか分からない。分かる人には分かる。まあみんな分かんじゃねえか。はい。で、まあ貫通っすね。まあ貫通、あっちの今映してる方、ダメオワープでしたからね。はい。で、ダメオワープというクソ激戦区にぶち込まれました。なので違いをつける意味で魔法陣。そして回復に SS ターンチャージ今待ってて、はい、こっちから回復もらったんだね、進化ベースの方から。まあ合体って感じだね。ステはどうなんだろうね、2万7000進化の2万8000かあんま高くはならなそうだね、もらって2万9000かって感じの予想ですけど、どうなんでしょう。普通にこいつは魔法陣もらったのが偉いから、そこで差別化、そのクラピカ・ベルクーリとかいうなんかやばいコラボキャラたちとの差別化を図っているんじゃないかなと思います。はい、魔法陣代用したね、偉いですね。で、回復 SS ターンチャージ M、 特に SS ターンチャージ M が偉いね。うん、これがこいつの大事なところ、てかこいつサポートキャラなんで、ストライクショットもあの弱点露出なんで、で、ゆうちょこも爆発を持っている、で、貫通弱点の攻撃は普通に強いじゃん。あとはこの SS ターンチャージ M をどう生かすかっていう感じですね。貴族性の強いキャラたち、まあ、普通にクラピカとかベルクーリの SS ターンを縮めるのもまああり、クラピカに限ってはまあこいつが爆発持ってるんで組み合わせとしてはめちゃくちゃいいよね。うんうん、競合しないでなんか一緒にいけるタイプだね。そう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 、一緒に行けちゃうのがいい、すごく。で、今これダメオワープで相当してるのかな。はい、ダメオワープで相当してるんですけど、だから普通にこの貫通で染めていくんだったら、やっぱベルクーリークラピカのサポートになってきそう。うん、で、反射と組み合わせても、反射組み合わせ、まあガブ進化とかいいのかな。あとは魔法陣だね、新しくついた魔法陣。この魔法陣でね、組み合わせ全然いねえな。まあここはね、いないっすよね、ガチでいない。あ、ここにあるセレナーデか、セレナーデとのコピーとの相性もいいね。弱点が録音消費か、うん。で、俺は一番注目してるのはムツっすね。ムツとの組み合わせでめちゃくちゃいいんじゃないかっていう。強そうだな、確かに。うん、なんか普通にその爆発枠欲しい、いい爆発枠がね欲しいってなってたんですけど、そこでムツとの組み合わせが非常にいいかな。で、 SS ターンチャージ M もさ、そのムツの SS、 その継続 SS で友情にも倍率乗ってくるんで早く打ちたいんですよね、使ってていつも思うのが。なのでこの SS ターンチャージ M がいいのではと思うんですよ、個人的には。無数がさらに強化されるかな。そう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 。で、弱点露出もさ、こいつの友情とも相性いいしね。だからそもそも自分の友情と相性いいのか、貫通弱点録音消費か、はいはい、露出させてからの、そうしたら自分で当てられるからね。そう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 、単純に3倍になるからね、友情弱点増えればボスに。確かに確かに確かにね。え、1個につき飛んでくの1個、うん、それって確かに、じゃあ1体につき3つ飛んでいくこともあるってことか。そう、弱露してあげる。そう、弱露したら、まあ、そう、まあ、敵がもう100個弱点ついたら100回飛んでくる。極論言えばね。極論言えばね。はい、ということで今回は4体見ていきましたけど、一番注目なんすか、好きなの。僕のやつかな、うん、ブランクリンかな。やっぱあの
分かんないのが一番怖いんですよ、やっぱり俺は。まあ、うん、つまりその人間の話をするとやっぱ分かんないのが怖いんですよね。そう、だから一番気になるっすね、それは。実はそうなんですよ、一番怖いんですよね、分かんないっつうの、ね、分からないんだよ。なので、まあ、まあこいつはなんかもらうでしょ。てか今分かんない、俺が浮かんでないだけで今もらってるのかもしれない。うん、こいつにしかできない仕事量がありそうで、うん、と思いました。はい、なるほどね。もちろん俺はニュートンだろうな。ニュートンいいんだよな。あれはだって宮本さん引いとかなきゃ。いやー、ね、超秒クロスウェーブ大好きなんでね、ここはね、うん、俺は引きますよ。あいつイップスだし、ちょっと直してやんねえと、あいつの調教難期なんかね、ちょっとイップス抱えちゃってるんで、やっぱりあれ精神的なところからね、来てるところが多いから、まあ、ちょっと5メートルぐらいのキャッチボールから始める。リアルだな。リアルだな。リアルなんですよな。はい、なんでちょっと、まあ、彼女のニュートンのイップスを直してあげようかなって。はい。はい、まあ、ムツさんとかね、乱気なんでね、すごく荒れてたんですけど、僕の元に来てからもね、ちょっと治ってきたんで。はい、まあ、ニュートンさんもね、しっかりそのイプスを克服できるようにね、僕が引いとこうかなと思います。はい、ってな感じで今回のモンスルースの4体見ていきました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ